通算盗塁成功率 87.5%。 これ、はい、岩瀬さん、驚異的な数字じゃないですか。驚異的ですね。ねえ。はい。まあ、西川選手もこれに近い数字はあったと思うんですよ。8回走って1回失敗する。8回走って7回成功、1回失敗ぐらいのベースですよね。はい。やっぱこうね、警戒、しかも警戒されてる中ですから、うん、うん、それで30盗塁以上してるんで、やっぱり脅威ですよね。これ、もう、岩瀬さんもね、走塁コーチだったりして、走塁のスペシャリストでもある部分あるんですけど、岩瀬さんが思う、その山田哲人の盗塁のうまさってどういうところか、ちょっと難しくなってもいいので、深掘りで教えてもらっていいですか？やっぱり凄さっていうのはやっぱりスタートですよね。スタート。いくら速くてもスタートが遅かったらもうアウトなんで、盗塁は。うん。うん。これだけ成功してるってことは間違いなくスタートはいいですよ。はい。スタートがいいのと、ま、ジャパンでちょこっとしか、こう、一塁コーチャーのところから見てないんで、うん、そんなにこうね、どうだっていうのははっきりわからないですけど、うん。まあ、一歩目ね、スタートするにしても、偽装っていうか、フェイクスタートするにしても、うん。一歩目の、なんつうの、爆発する力っていうのは、すごいなと思ったのは、僕、唯一こう、山田選手と、片岡選手。ほう、片岡安。これは、片岡も、走ったと思っちゃうんですよ、僕。一塁コーチャーで見てて。でも、ストップしたりとか、走るときも、同じぐらいの、なんていうかね、爆発力っていうか、切るんで、やっぱこの二人は、僕が一塁コーチやってて、スタートした瞬間っていうのは、やっぱ、迫力ありますね、迫力、とにかく。爆発力っていうのは、もういわゆる初動の、もういわゆるトップに入る速さが速いということでいいですか？速いですね。あと、やっぱ、切れっていうか、切る速さですよね。体を切る。はい。これは正直ちょっと、鈴木貴博選手には感じなかったですね。そうなんや。はい。まあ、貴博は早い、早いんですけど、早いんですけど、うん、その爆発的なっていう感じは、やっぱ片岡選手の方が全然ありましたね。だからそれだけすごかったと思いますよ、全盛期は。はあ。まあ、彼も片岡康君も盗塁を取ってますもんね、何度か。はい。ああ。で、それと同じその爆発力は山田哲人を持ち合わせると。はい。いうところが彼の速さ。